放送作家、構成作家、演出家である。本名、茂田裕二。東京府東京市麹島地区出身。昭和前期から平成前期まで活躍した。芸名は、好きなミッキーマウスとトリオをかけたものであり、本来の読み方はミッキトリオであったが、アナウンサーからトリロと孤独されたためそれが定着した。ミッキトリロを名義での活動歴もある。ジャズ評論家。 司会者の三木綾郎は自定。老いの三木睦夫は、商店の放送作家。三重県出身の茂田康吉の長男として、東京市麹町区飯田町6-22に生まれる。父は、立命館大学を出て、岡山地裁の判事となったが、私学出身ゆえに差別を受け、寛解を去って弁護士となった。このため、息子はどうしても東京帝大放課に入れようと、望んでいた。 行政小学校から行政中学校を経て、飛び級で、旧西浦和高等学校に入学。2年浪人して、東京帝国大学法学部に入学。浪人2年目は、長の逃れで、専修大学に席だけ置いている。東大音楽部では、柴田奈美夫や戸田聖国と交際する。在学中、高等文館試験の司法科と外交科の受験に、それぞれ失敗。 二年留年して卒業後、1940年4月、日産化学工業に入社。半年後に招集を受け、1940年11月30日に、同社を休職して1941年1月10日に二等兵として、陸軍東部第六部隊へ入隊する。経理部官部候補生試験に合格し、戦時中は、千葉県の東部軍管区教育隊の経理室に勤務。 経理部講師幹部の同期に、堀田正隆、後藤昇、万内富夫、高島幸三郎がいる。軍務の傍ら、諸井三郎に作曲を指示。この頃、人形劇団、貝殻座のために劇音楽を作っている。大尉として復員した後、混乱した世相の中で、どうせが死するならやりたいことをやって死にたいとの思いから、復職を断念し、音楽家の道に進むことを決意。 1946年に焼け跡の歌、南の風が消えちゃったを作る。音楽演奏会のマネージャーを経て、音楽ウィークリー氏を創刊。この雑誌の取材で面会した NHK ラジオの音楽部長に、南の風が消えちゃったを売り込んで認められ、10分間の枠を与えられ、自らの制作、構成、脚本、作詞作曲、演奏による、ラジオ番組、歌の新聞に、 浅川昭郎や秋元義夫と共に出演することとなる。この番組の構成にあたっては、アメリカ新中軍の極東軍放送の洒落た番組作りが念頭にあったという。その後、ラジオ番組、日曜娯楽番での冗談音楽、その後ろ身であるユーモア劇場で爆発的な人気を博したが、1954年の造船義国に対する辛辣な風刺で、 佐藤栄作を激怒させ、同年6月に同番組は打ち切りとなった。当時の NHK 会長の古垣哲夫は、佐藤からの圧力で会長の座を追われたという。同年8月、文芸春秋社の提供で文化放送から、みんなでやろう。冗談音楽がスタートし、冗談音楽は復活したが、同年12月、吉田内閣の退陣を機に、みんなでやろう。 冗談音楽も終了。これとともに冗談音楽の廃業を宣言した。また、1951年、日本初の放送におけるコマーシャルソングである、僕はアマチュアカメラマンを作り、ディズニーアニメで初の日本語版音楽監督を務めた。活動に際し、木の通る、脳みまさひこ、A6 スケ、喜拓郎、野坂昭行伊藤明と、 トリローグループを結成。文下からは、歌手や俳優など、多くの人物を世に送り出している。1993年に、日本広告音楽制作者連盟によって、ミキトリロー音楽賞が創設された。晩年は、糖尿病を患い、糖尿病の芸能人仲間と、糖尿友の会を主催していた。晩年は1年の半分以上を、ハワイのマウイ島で過ごしていた。 4部構成からなる回想録を書き上げ、このうち1部と2部が平凡者から刊行された直後に死去した。これら CM ソングのうちいくつかは東京潮止めにあるアドミュージアム東京で視聴することができる。トリローグループに関するカテゴリー。ありがとうございます。